どうもパパです。ダッシュです。今回ですね、新潟奇想天外グルメルーレットで、前回、バンバとガンが当たりまして、ガンが今日ちょっと欠席なんですけれども、進行の方進めていきたいと思います。で、今回ご紹介するのが激安500円以下ということで、そういったお店を見つけましたよ。初めてだね。そうだね、激安500円以下は、はい、今回紹介するのが、阿賀野市。お、今新潟から49号線が走ってて、その49号線からほんの車で入って1分もしないところにあります。こちらになります。じゃじゃん。はいはい、はい、島ちゃん。夜は居酒屋みたいな感じになるんですけど、お昼はお得なランチがあるので、ちょっと皆さんも仕事の合間のランチですとか、興味あると思うんで、ぜひぜひ見てみてください。もう動画の最後みたいになっちゃった。今見てるからね。むしろ見てみてくださいとか、多分見てるからね今ね。本当ダメだね。今回紹介するのがですね、はい、やり直した。どぎも抜くよ、たぶん。まあ、そんなすごいよ。そんなに、それをなんで初めに言わないの。え、見てみてくださいなんで煽りがそんな下手なのよ。こちらのランチメニューの方紹介してみたいと思います。すごくない。一見食塩さんのと刺身丼で500円かなと絶対思うんですよ、ですが刺身丼とこの麺類セット、こっちの丼系と麺類セットになって500円。やばくないですか。やばい、めちゃくちゃ安いよ。素晴らしいね。でもね、これだけじゃないから、来たらまたびっくりするんじゃないかな、みんな。そんなに、なん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 。いや、すごいよ、本当に。いや、すごいって分かってるのお前だけだろ。うちらは分かんないから。まだ言えない。まあ、これだけでも、まあ、すごいけど驚愕、ちょっとこれ度肝抜きましたね、今お母さんも言ってたけど、ご飯物は気持ちまあ1人前より少ないけど、この麺類は普通に1人前普通に来るってことね。いやいや、十分ですよ。十分だよね。だって刺身丼500円でも十分だと思うからね、俺はね、そうだよね、それ1品だけで、刺身丼とラーメン、じゃあ俺ヒレカツ丼と、ザルそば、俺タレカツと、ラーメン、ラーメン。なかなか外食のさ、ランチで500円以下って抑えるって大変じゃん。あんまりないよね。牛丼屋さん行っても、並盛りだけならそれぐらい抑えられるけど、なんかつけたら、セットにしちゃうと、はみ出ちゃう、ね、データと。よいしょ、こちらでございます。私が頼んだヒレカツ丼とザルそばと、バンバさん言いたいのはこれですか。小鉢はい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 、がつくのと、缶コーヒーはい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 、すごいね、すごいね、素晴らしいね。ランチの後のカンコーヒーとか赤じゃん、ね、ちょっとギリギリの勝負してんな。いい香りだね、いい香り。いやー、このね、ヒレカツ、タレカツ、いい匂いしますね。いや、全然十分だって。この時代これで500円はちょっと安すぎるな、これは来るわ。でしょ。マジか、これすごいな。すごくない。すごいな。激安一発目にふさわしいお店ではなかろうでしょうか。提供スピードもいいね。いい音。いいね。うまい。染み込んでますよ、ね、本当。あ、いい色してるわ。たっぷり染み込んでます。まあ、ご飯も普通に入ってるしね。うん、うまそう。どうし、これ、ここをさ、見つけてくれたやっぱバンバとガンにさ、なんかありますか。ない。ここの
努力をしてるのは、はい、お店でしょ。あ、なるほど。別にバンバとガンが努力したわけじゃないのね。ググっただけなんですよ。結構ね、肉厚だし、タレも染み込んでて、お肉も柔らかいし、めちゃくちゃ美味しい。タレも染み込んで、ご飯に染み込んでますね。うますぎる。商品系ね。なんかさ、昼からさ、うん、なんか海鮮丼食うってのもさ、ちょっとなんか贅沢な感じじゃん。贅沢、幸せ、醤油ラーメン美味しい、完結するわ。僕が頼んだのがですね、タレカツとラーメンセットでございます。これで500円だからね。すごいすごいすごい。すごいな。これはタレカツ丼とラーメンのセット。ラーメンがね、こういうあれなんですよ。天かす入ってる。いや、結構ニンニク強めかな。優しい味。濃いんだけど。濃くてうまい、俺好きだ、うん、だって値段が これだけ優しいんだもん。味も優しいですよね。うん、カツの超もそうだ。いい色してるね。うん、タレが染み込んで、激うま。でちょっと丼小さいって言うけど、うん、本当に結構米入ってる。入ってる、入ってる。深さがあるんだよ。うん、めちゃめちゃうまい。なんかミニ丼これぐらいのつけようとしたらそれだけで390円とかさ、うん、そういう店多いじゃん。うん、これで500円驚愕よ。うまそう。なんかこういう小鉢さ、美味しかったね。うん、煮物っていうか、うまそう。いい味してるよ。これでご飯食えるわ。うん、美味しいよね。みんでしょんでる。いい色だ。うん、うん、め。ということで、ロバダ焼き島ちゃん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ大満足の最高のコスパランチでしたね。最強だね。お腹いっぱいだしね、あれでね。食後のコーヒーもいただいたし、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。お願いします。それでは次回のルーレット旅、ダーシーさん、回していただいていいですか。いいですか。じゃあ行きますよ。何が出るかな、何が出るかな、とっとっと。おお、風変わり、珍しいが出ましたね。はい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 。じゃあ、ちゃんといきますよ。しょっ、誰だ誰だ誰だ、一人か二人か、誰だ誰だ誰だ。周りがいいな。おうおうおお、バンバ、バンバだね。ギリバンバって感じ、ね、ギリバンバ。次回は風変わり珍しいをバンバプレゼンのもと行きたいと思います。これ2回目だね。2回目だね。2回目ですよね。よろしければ高評価、チャンネル登録、たくさんコメントお待ちしております。お待ちします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。